ロシア連邦国家は、ロシア連邦の国家。1944年に制定された、アレクサンドル・アレクサンドロフ作曲の、ソビエト連邦国家の曲に、同じく、ソビエト連邦国家の作詞者、セルゲイ・ミハルコフが、新たに歌詞をつけ、2001年1月1日から、ロシア連邦の国家に定められた。法律により、テレビ、ラジオなどの放送では1日に2度。 国家を流すことが義務付けられている。ロシア連邦すなわちソビエト連邦の崩壊後のロシアでは、脱ソビエト化を推し進めていたボリー・スウェリツィン大統領により、ミハイル・グリンカ作曲の愛国家が暫定国家に定められたが、この曲には歌詞がなくメロディのみが演奏されたため、一向に定着せず公式の国家として法定化することもできなかった。 そこで1993年に愛国家に歌詞を公募したものの、やはり良い作品が選定できずに尻すぼみに終わってしまい、同年12月11日に昔のまま大統領令を発布してしまった。一方、議会で影響を保持していた共産党は、ロシアの誇りを呼び起こすことができるとして、スターリン時代の1944年当時にそれまで使用されてきた。 インターナショナルに代わって国家に定められたソビエト連邦国家の復活を要求してエリツィン大統領と対立していた。エリツィンに代わって大統領となったウラジーミル・プーチンは共産党への懐獣を呼び強いソ連の時代と現代ロシアのイメージを重ね合わせた強いロシアを強調して国民の人気を得るべく2000年末にソビエト連邦国家のメロディを復活させる。 国家法を制定した。こうして、ソビエト連邦国家は、ロシア連邦国家として復活した。大国にふさわしい荘厳なメロディーの国家の復活は、多くの国民に歓迎された。また、はからずもミハルコフは国家を同局で三度作詞する、ことになった。コーラス部冒頭の、という部分は、ソビエト連邦国家の歌詞をそのまま流用している。しかし、 ソ連国家の戦慄の復活は、プーチン政権の豊富な資源を背景とした、大国主義的政策も、相まって、諸外国には、ソビエト連邦の復活、冷戦時代の再来という印象でも受け取られている。特に、ソビエト連邦崩壊後、ロシアと一定の距離を置く姿勢を見せていた、旧ソ連構成国や旧、ワルシャワ条約機構加盟国の中には、ロシアが、 サイドの併合内しは、衛星国家を狙っているという気持ちからロシアへの不信感が強まっている国もあり、そのように受け取られる傾向が強い。なお、日本では、ソビエト連邦国家と同様に、祖国は我らのために、の通称で呼ばれることがあるが、これに相当する名称はロシアにはない。ロシア、聖なる我らの国よロシア、愛しき我らの国よ力ちから強き意志。 大いなる光栄何時が持てるものは、生成にあり。コーラス叩えられてあれ。自由なる我らが、祖国よ行くよの兄弟なる民族の結束祖先より、授かった民族の英知よ。国を叩えられてあれ。が、東南寺を誇らん。南の海より、極地の果てへと。広がりし、我らが、森と草原よ世界に唯一なる何時、真に唯一なる何時神に守られた祖国の大地よ。 コーラス夢がため生きるがため、遮らぬ自由を来るべき時は、我らにもたらす祖国に捧ぐ忠誠は、我らに力を与える。それはかつて、今も、そして常にあり続けん。コーラス、ありがとうございます。